聖書要言、こちらですね、聖書の知識、常識だと言ったんです。常識なるがゆえにタブーになっている。そして逆に聖書要言の反対を言う。これがアメリカ、ヨーロッパの世界ですね。だから今ちょうど核兵器をどうするかということで国連で演説やってますが、結局まとまらない。なぜ？核戦争は避けることができないからということを言わない。なんで？聖書に核戦争のことが書いてあるから。何千年も前に書かれた聖書の中にちゃんと核戦争出てきますよ。ものすごい火炎で人が焼かれていくっていう詳しい、それこそハルマゲドンという皆さん名前してらっしゃると思いますが、世界 最終戦争のハルマゲドンの手前で核戦争のことが書いてあります。それからさらに水のことも、水が飲めなくなる、そういう時代はみんな書いてある。だから黙示録は言ってることは正確なんです。知ってます、古代知ってるんです。だから触れない、あるいは反発する。これが世界だということをちょっとしておいて、それをしておったらうまくいけるわけですけど、日本人の場合それを知らないから、総理大臣といえども、まあ、利用されるというか騙されるというか、おだてられていく、戦後77年日本はずっと騙されてきました。戦前の日本ではないです、もはや。お若いでしょう。アメリカの下請けですね、ずっと。それを決定的にしたのが1985年8月12日、ジャールがたくさんの人を住んで、御巣鷹山に激突しましたね。もう日本人はそれ調べない。あれ何なのよと、もう日本人はそれ関係ない。まあ日本はその後いよいよずっと落ちていきますね。いよいよ第三次世界大戦を迎えるにあたって、こういう状況になってまいりました。戦後77年、この前済みましたね、8月15日。僕はめったに言わないことなんだけども、自分の体験というかね、終戦記念日終わったからちょっとお話しすることを許していただけるならば、戦争終わった時は僕は3歳半でしたね。かわいいですね、3歳半ね。ほんで昭和21年、1946年でしたけども、父親 の遺骨が、帰ってきました。ニューワールドビューという、僕毎月毎月書いておりますが、ここにないな、あるわ、これニューワールドビュー、これは先月号なんですが、新しいニューワールドビューはあと 2,3 日で出るんです。そこで書いたんですが、父親の遺骨が帰ってきました。戦死の死亡届って皆さん見られたことないでしょうけど、ものすごい短いですよ。中止、中国の真ん中やね、中止でちょっと開けて戦死、それだけです。で名前書いてある。それですよ。戦死したらもうみんなでいらったら嘘、中止、戦死。僕は小学校時代になって、その死亡届書っていうんですかね、それ初めて見た時は小学生でも愕然としました。これが父の死の通知なのと思いましたよ。ほんで今申し上げたように、昭和21年1946年のある時に、僕の父ですね、戦死した父の遺骨が返ってきました。確かに箱としてはね、霧の箱にちゃんと入ってたんです。でその家族やそれから親族、田舎の人でしたから、全部集まったね。ほんでその全部集まる時に、みんなでどう言えばいいかですかね、慰霊祭というんかなんかあって、もっぺん言いますけど、僕はその時4歳です。戦争終わった時は3歳半で、僕はその時4歳でした。でみんなが、村の人やあるいは親戚の人がまあ泣いてね、でもっぺん言わせていただくと、僕は4歳、なんでみんな泣いてるのかわからない。
お前のお父ちゃん死んだからやと言われたら、そうでしょうけど、4歳の子でお前のお父さんは戦争で戦死した言われてもピンとこないですね。ほんで一応みんながそのどういうんですかね、慰霊祭を終えてした途端にですよ、僕は忘れられない、僕のおばあさんが、つまり死んだ父の母親ですね、僕のおばあさんが僕の手をバーッと掴んだね。ほんで隣の部屋に連れて行ったんです。ほんで戸をピャッと閉めて、襖を戸をピャッと、ほんで僕の顔をじーっと見て、まだおばあちゃんという感じじゃなかったんでしょうね、40代ぐらいだったと思いますが、50代になってたんですかね、僕の顔をじーっと見て、まさみ、僕の名前まさみ、あの骨はな、お前のお父ちゃんの骨やと思ってるようではあかんで、僕はびっくりしたんです。そんなん言われても、なんでそういう、わからない。僕がぼーっとしたら、人はな、戦争で死ぬときはな、何百人、何十人でいっぱい死ぬんや。それを集めて、油をかけて、燃やすんや。そしてそれぞれの骨を持って帰る。それぞれでやったかどうか知らんけど、骨をみんな持って帰ってくる。ほんで、日本で箱の中に分けるだけや。だから誰の骨なんか分からへん。お前、こうしてもらった骨をお前のお父さんの骨と思ったらあかんで、これから人間が生きていくということはそういうことやと言うてましたよ。もう僕はもう 何回も言いますけど、4歳で、きょとん、なんのこっちゃ。はあ、あの骨を、普通やったらね、あれお父ちゃんの骨やで、大事にしやって思うやん。せけど僕のおばさんは、あんなもんお前自分のお父ちゃんの骨としたらあかんで、いよいよ僕はキョトン、今に至るまでキョトン。ちょっと資料がございますが、資料の1ページ、資料の1ページ、神輿の写真ですね、それの左下ですが、3、またオリーブ山で座っておられると弟子たちが密かに御元に来ていった。一番の進みになりますね、1ページの、どうぞお話しください、いつそんなことが起こるのでしょうか、あなたがまたおいでになるときや世の終わりにはどんな前兆がありますか。ここまで2000年前だよ。これイエスの弟子がと言っても、イエスの弟子のほとんどは職業は何や、ガリラヤという湖で魚を取ってた人なんですよ。そんな高尚な知恵とか知識とか評論家とか違う、そのいわば田舎のガリラの魚取りがイエスに、どうぞお話しください、いつそんなことが起こるんでしょうか。この3ですよ、あなたがまたおいでになるときや世の終わりにはどんな前兆がありますか、聞いてるんですよ。